ゆるばんにょん、キボイです。なんすかこの雰囲気は。飲まれてる感じですね。ここ疲労です。一概に言い切れないけどもセレブの街みたいな。今日はなんと韓国料理を食べに来ちゃうという。あるのそのいい何かは言わない、うん、けどもコース料理で今日は食べようと。うわ、すげえな。緊張する。まあ多分想像を超えてくような。ということで今日は疲労で韓国料理のコース料理、レッツゴー。下水もナチュラルウォーター今日喉通るか心配。ちょっとローション飲んでから行こう。トゥルトゥルにして、トゥルトゥルにしたら。オービーホーム。これはちょっと予想できなかったでしょうね。コース料理って言ったら2種類の価格帯がありまして、5500円のコースと8000円のコース、うん、今日は8000円のコースで行こうと思って。まあそうですマジよ。まあこのお願いいたします。日本の旬の恵みを五感で楽しむ感覚で、というのは日本にしか手に入らないものもありますし、はい、その気候や風土に合わせて一番良いコンディションで作られますので、特に旬のものはより栄養価が高い状態です。品書きですか。すごい。基本的にはやっぱり韓国料理なんだけど、うん、海鮮じゃない？海鮮来てほしいね。今まで2人は食べたことないけど知ってる料理が出る。今まで出てくるものですか。韓国の味じゃない。お待たせしました。こちらが本日の旬のアペリティフです。お食事前にクレンズするものなので、うん、お楽しみください。チャンですか。チャンですか。メロンの匂いするんだよね、さっきから。キウイからのメロンからのスイカの皮って感じ。キュウリとパイナップルとライムとエゴマが入ってお作りしました。はい。やっぱ1名ずつになりますので、1名様1個ずつ。1名様ちょっとすごくない。はい、6種類のお野菜とクレープで7つの幸せを包んで体に取り込むと見てる。あ、なるほど。クレープっぽい。本当にクレープ、こういう感じですかね。このエゴマのクリームらしいですね。これにこうつけて。新ジャンルの領域に行ってるかもしれない。これなんか2階の地の人に携帯あげてみたいな。猫間のお上品な人。うーん、もちもち。あ、結構酸っぱいの。入れるもんの味がすごい伝わるね。なんかさ、いいよね。なんか体験させてくれるよね。人生を豊かにしてくれる、うん、いや、これも気になるね。いや、おいしい。その本当に素材本来の旨味からなってる。入れ込めてるビーツジャッジ。え？ビーツのジャッジ。まず肉めちゃくちゃうまい。チャプチェも出汁の感じがすごいするんだけど、これを表現できる力は俺にはない。うん、なんだろう、ビーツだからといってっていうのはないんだけど、目にもやっぱりこの新鮮な雰囲気が来るとさ。確かに見た目楽しいねこれ。うん、俺
酒もある。材料なんですけど、オミジャっていう。あ、オミジャ。はい。漢方材料、あの材料とパイナップル使って味をつけたので、鼻の肉が柔らかくなって。サワカメって言って、食感もワカメに似てるんですけども、あの非常に歯ごたえがある緑黄色野菜です。なので、こちらすべてお楽しみください。おから失礼いたします。ありがとうございます。いただきます。はい、ありがとうございます。いただきます。楽しい。すごい。いやー、食べていいっすか、これ一口。だし、骨感出てるんだよね。3日漬けたお肉の。いきます。柔らかい。うおー、旨味すごい。あー、うまい。うわー、やば。何て言えばいいの。全くギトついてない。うまみすごいね。びっくりした。触ってる。ここ熱っ。結構熱い。結構熱い。結構熱い。ここも全然熱い。あ、全然。そうなんですよ。ここと同じ。タンゲタンで漢字で書くと、高麗人参に鶏の湯って書いて、タンゲタンって読ませるように、漢方薬と鶏肉を合わせたスープをタンゲタンですね。で、こちらがその漢方薬の一つで、鹿の角です。鹿の角。すげえ。漢方薬ですが、食べられないので気をつけてください。なんかサムゲタンっては真っ黒なんですね。これは今日はこちらはコッケのご案内になります。コッケ、昔は通常の鶏肉と大きく違うのは非常に濃厚ではあるんですが、喉を通るときはすっきり爽やかなんです。コッケサムゲタンさすがに初めて。なかなか召し上がられる機会はない。すごい。ありがとうございます。どうぞご賞味ください。うわー、すごい。お待たせいたしました。ありがとうございます。うわー、いろんな味する。
梅、めっちゃ梅、これだわ、これ万病治りそうな気がするね、これ今これちょっと背伸びてる、わかるかなあ、病気でね、病気だからね、ほんとね、神聖なるエキスってこれかなっていう感じ、ね、これ見て、こういうの初めてだよ、俺多分。わあ、すごい今日ほど語彙力ない、ない。確かに油さっぱりしてるこってりなのにさすーコッケ丸ごと煮込んでるでしょ、これは。うわー、豪快煮込んでる。うん、わお、うまー、うめぇ、ほんと何でも治るよ、今なら、これなら、うん、全部声、全部声で感じがっつり薬膳っていう感じでもない、うんうん、結構その、そうね、ウコク系の油と、いやまあほのかに薬膳って感じだね、うんうん、シンプルだよ、シンプルだね。あ、見た目楽しいな、ほんと毎食、うん、最後の一滴まで飲んでいただきありがとうございます。ラーメン屋のレンズパンちゃんクレープジュース、パンちゃんクレープ、チャプチェ、ビーズチャプチェ、うまかったな、美味しかったね、あの肉も美味しかった、すごかった。であのエゴも忘れらんねえよ、マジで。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本当にごちそうさまでした。すごかったね。ちょっとまた強烈すぎた。もうここでしか体験できないニュースタイルな、まさにニューコリアンハスの名は何にふさわしい。余韻がすごいから、なんか分かる、余韻すごいね。なんかぜひ機会があれば、たまにはニューコリアンスタイルの韓国料理コースを楽しむのもありなんちゃうか。しっとりしすぎか。バイヨー、しっとり。次回はただお水を飲む動画です。